WBC 日本戦リアルタイム視聴者数の推計が発表される。ビデオリサーチはテレビ視聴状況に基づく WBC2023 日本戦の反応を集計。全7試合の生中継リアルタイム視聴者数は推計 9446.2 万人にも上ることを発表した。同社が推計した視聴者数は番組放送時間を通じての平均視聴人数を推計した平均視聴人数と個人全体4歳以上における1分以上の番組視聴を見たと定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのかを表す到達人数によるもの。それらを住民基本台帳、国勢調査より推計した人口、世帯数に、同社調査によるエリアごとの自家用テレビ所有率を乗じた拡大推計マスタにかけて数値化した。この算出方法において、最も多くの人が視聴した試合は、3月10日に TBS 系列で放送された韓国戦で推計 6234.3 万人。14年ぶりの世界制覇を果たした3月22日放送の決勝、アメリカ戦については、平日の朝方ということもあり、7試合中最も少ない 4657.9 万人となっている。一方でビデオリサーチによるテレビ番組のツイッター反応を分析するバズビューでの集計データによると、 WBC 関連ツイート、 WBC ワールドベースボールクラシック、ワールドベースボールクラシックで取得は1次ラウンドから30万件前後の盛り上がりを見せていたが、決勝アメリカ戦が行われた3月22日にはその4倍となる143万2210件もの WBC 関連ツイートを記録。青年代構成割合は20代男女が多く、毎60分ごとに集計されるツイート数推移では試合終盤の11時台に最高値を記録した。よく使われている名詞と形容詞などの組み合わせを抽出したバズエッセンスでは、ドラマチックな展開、漫画みたいな展開など WBC 全体における日本代表の軌跡をなぞらえたものが目立った。またアメリカに劇的な勝利を収めたことから、3月3日に唯一黒星をつけた強化試合での結果を踏まえ、勝った中日ドラゴンズといったワードも登場していた。すげえ、国民の8割やんけ。国民ほぼ全員見たレベルやん、すげえわ。中日をオチに使うのはやめろ。20代も見てるんか。そら、能動的に WBC 見なかったやつなんか 0.8% しかおらんし。やっぱり野球がナンバーワン。トレンドすごかったもんな。準決決勝なんか10時間くらい。WBC でほぼトレンド独占しとったもん。くさ、中日ドラゴンズとか UNPB 屈指の球団。なお WBC 決勝日本対アメリカの全米視聴者数497万人。手越の YouTube 会見が同節130万人。つまりアメリカでは手越の 3.8 倍の人しか見てないんや。アマプラも過去最高視聴数らしいな。中日草。Y 職場の PC で見てたけど、他にも不真面目なやつがいたんやな。